どうも皆さんこんにちは、ワッキーです。今ですね、五反田大崎広小路エリアにやってきてまして、再訪問のお店で1年半前か2年前ぐらいにこのチャンネルで紹介しましたとんかつのトンキンさん、めちゃめちゃボリューミーなとんかつ屋さん で、前回は大量のニンニクダレをかけた生姜焼き定食、ポリネシアン定食だったかな。ものすごいニンニクの破壊力でもうご飯が止まらないで、味噌汁も美味しかったのを覚えてますし、で並ぶ時は並ぶ町定食屋さんといった感じですね。でここの通り先に行ったとこにお店あるんですが、久々に来ましたね。1年半ぶりぐらいですか。お店こちらでございます。とんかつトンキンさん。で店前にメニュー看板があるんですけど、まあ、とんかつ屋さんなんでね、看板メニューはロースカツ、ヒレカツ定食と。でトンキンさんご飯味噌汁付きで大盛り無料なんですよ。これはね前と変わってないですね。で下の方ずずっと行くと、さっき話したこれこれポリネシアン定食、未だに健在ということで、金額は1400円、前回いくらだったかなちょっと覚えてないんですけど、これがねもうニンニクすごかったんですよ。で他にもなんか一品もののメニューがありまして、あとお酒も飲めますんでね。で前は確かランチやってたんですけど、今夜だけなのかな、ちょっと後で聞いてみます。あ、こんにちは。ご無沙汰です。動画に映りたい方がいらっしゃるんですか。全然もうウェルカムですけど、むしろガンガン映したいなっていう。ちょっと僕は1年半ぶりだったと思いますけど、はい、今お店ねこんな感じなんですけど、なんか今日も予約が入ってるみたいで、全部もう満席になるそうです。さっき来たお客さんはあのもう満席だから。あ、そうです、もう満席です。じゃあもう今日も予約で全部これから一回来るってことですか。そうです、ね、あのもう日にち確定してたらもう事前に予約して来た方が確実ってことですか。はい、今日はカウンターがまだフリがあるんですけど、もうそれもいっぱいになっちゃうともう入れなくなっちゃうので。すごいですね、とんかつ屋さんで夜満席で予約しないとなかなか入れないっていうのもあんまないですよね。すごいですね。前回そういう話あんまりしなかったね。あ、ちゃんと編集で、あ、はい、はい、あの加工はできませんけど。どういう役割をされてらっしゃるんですか。中担当、私、はい、ホール担当で。あ、厨房担当でホール担当で、はい、あ、分かれてらっしゃって、あれなんか前ランチやったじゃないですか。今ってもらやってないですか。今もやってます。でアルコールメニューがこんな感じで、これもなんか前回紹介軽くしたんだけど、2024年5月はこの価格でアルコールやってます。ありがとうございます。カメラ目線いただきました。ということで店内入ってきまして、嬉しいのが自分のことねちゃんと店主の方覚えててくれたっていうのが、1年半前ね一度しか来てないのにもうすげえ嬉しいですね。で今日もねまた俺の連れ来てまして、もう連れって言ってるからね最初の頃なんかグルメ仲間だったんだけどさ、まあグルメはグルメなんだけど、もう連れって言ってるから。もうあれでしょ、動画見たんでしょ。見ました。やばいな、ポリネシアン定食がっつりニンニクで、次の日やばかったよパワーみなぎる勢力爆発みたいな。で今回は、まあ、俺前回ポリネシアン定食食べちゃったから、メンチカツ
このね、トンキンさんのメンチカツ売り切れ率が半端じゃなくて、週のね、月曜日火曜日で結構なくなっちゃうんですって。週の途中で仕込んで、だけど週末まで持つかわからないというね。ちょっと今回自分はね、メンチカツ定食行こうかなと。私はヒレカツ定食。あ、ヒレカツ行く、はい、でトンキンさん、ご飯大盛り特盛りできます。でおかわりも無料でございます。みんな大好きな無限大豆というやつですみんな好きなのかなわかんないけど ということでメンチカツ定食来たんですけど、いきますよ。すごいっしょこれ。これメンチカツをお湯でトッピングしてるとかそういうのじゃないですからね。普通のメンチカツ定食がこれですからね付け合わせがマカロニサラダと、あとキャベツの千切りも結構どっさり、カットレモンもねついてますで味噌汁もこれ映像でわかるかな、めっちゃでかいんですよこれ。普通のね家庭でのお椀のね2倍までいかないけど 1.5 倍ぐらいあるかな。でご飯でございます。おかわりができますんで、もうすごいわマジで。ちょっとあのポジショニング大事だから、ポジショニング卓上にあるこのカブの漬物、これねおかわりこれも自由です。カブの漬物いっぱい食べる人そんなにないかもしれないけどさこういうの嬉しいですよね。細かいところなんだけど、すごい、うわすごいな。ヒレカツ定食やばこれ、中の色味とかすごいねこれ並べてみてもいい。すごくないですかこれ。これサムネイルにする？やばいっす。これがズームの森です。あるんです。これでじゃあいただきます。刻んだ揚げと豆腐ね、ネギと。うん。これはねもう家庭的な味噌汁の味だね。味噌汁ライスも。ご飯の硬さね、俺未だに覚えてるんだけど、前回と一緒だと思う。結構硬めなのよ。で、株の漬物でもね、メンチカツ食えよっていう。うん、あ、うん、うん。味噌汁と株でご飯いっちゃってるんですけど、今回の動画はじゃあこれで終わりにしたいと思います。香りよし。今日ニンニクがないからさ、前回ニンニク強かったんだけど。これは何も言わずに米だね。うん、肉々しいね。で結構味濃いめ。あ、濃いめっつってもまあそんなにきつい濃さはないけど、ぎゅうぎゅうに詰まってて米ないと成立しないよね。意外とつけなくても全然いけるね。うん、まあまあ。うん、ここに調味料がいろいろ一通り。これは多分ドレッシングかな、キャベツ用のドレッシング、あとはマヨネーズ。すいません、これマヨネーズじゃなくてドレッシング でこれがドレッシングじゃなくてカツ用のソース全然違うじゃん俺大丈夫かドレッシングを、まあそんなに俺ドレッシングはかけない派なんで、まあちょっと少しだけ。これがカツ用のソースです。ちょっとまだこの辺だけかけとこうかな。これまたソースかかるとさ、ご飯が進むからね。ソースは力がすごいね。でも改めてすごい量だわ。あとでトレードしよう。はい、うん、これキャベツもすごい量だよ。あ、こんなにあるんだキャベツ。とんかつ屋だからさ、キャベツ美味しいもん、うん、マカロニサラダも結構どっさり盛り付けられてるんですよね。からしマヨネーズの、あのマカロニサラダ、うん、マカロニサラダご飯もいけるね。でも今あっという間に満席だから10分ぐらいで意見したんで、メンチカツいいよ。いや今日2人で来てよかったかもしれない、あのシェアできるから。
レモンをたっぷりかけてソースもかけてからの、いいね。あね、いいですか、ヒレカツちょっと一切れ、どうぞ、ぐつぐつ交換じゃないけど、ヒレカツをいただきます。ヒレカツめちゃめちゃ柔らかいです。こんだけ肉厚なのにさ、全然歯の力そんなにいらないというか、ちょっと予想以上にうまい。トンキンさんすいません、あの厚切りすぎるから味、あと肉質それなりかな、なんかボリュームで押してんのかなって思っちゃったんですけど、ね、バカうめいっす。柔らかい。普通のトンカツ屋さんの 1.5 倍、2倍近くありますよ。こういうさ、店内他の人もみんな活気があって笑ってて、店主もさ、生き生き調理しててさ、この空間でエネルギーをもらいながら、こっちでもエネルギーを蓄えて、よっしゃーって明日また頑張る。多分今これを見てるね、視聴者さんはね、ワッキー暑苦しいなって思ってる。画面上だけでいいやって思ってるかもしれない。このお店の場所がさ、五反田からだと10分ぐらいかな、大崎広小路駅からも10分ぐらい、あとね不動前って駅があるんだよ、不動前からもね10分ぐらい、だからちょうど真ん中、3つの駅の真ん中ぐらいの場所なんだよ。まあググればねすぐ出てくるお店なんで、あのトンキンさん、あの夜は予約した方がいいかなと思いますね。一人で来る方はカウンター席で、あのみんな定食食べてるんですけど、テーブルの方はみんなもうワイワイみんなで飲んでるって感じなんで、昼も昼で結構並ぶということで、がっつり定食を楽しみたい方、味は間違いないです。結構お店もね長くやってますんで、食べに行ってみてはいかがでしょうか。何気にあのアルコールもさ、プラス400円出せば1リットル除菌できるんだよ。あれもすごいコスパいいよね。それではまたね。で今お会計済ませて外出てきたら、もうね並んでます。めちゃめちゃ人気。